はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。 A 列車でいこう9、ライブ配信始めていきたいと思います。環状線シリーズもこの北半分は最終回ですね。まあ、南半分があるんで、なんかすごいことになっちゃってますね。撤去撤去。ここにも道路がなんかとんでもない流れになってる。はい、ということで、バス路線の、続きを今回はやっていこうと思います。いつも通り、Twitch で配信を行ってますので、ぜひ見てください。アーカイブも YouTube に残しますので、ぜひ見てください。Twitch のアカウントフォロー、YouTube のチャンネル登録、高評価もぜひお願いします。旧 Twitter である X のアカウントもございます。ぜひ見てください。じゃあやっていきますか。こうかな。うん。で、今回ですが、まだやってなかった環状線内の ここからここまでの、バス路線を作っていきたいと思います。とはいえ比較的、まあ、人口が少ないのでバス数はそんなに多くなくやれればなと思ってます。ぜひ見てください。では行きますか。まずバス停を作っていきましょう。これは駅だ。バス停ですね。引き込み。
こっから出るのか。じゃあここで、中間駅にしかならないのか。で、工場駅ですね。もう一個。感じかな。これなんだろう。これ何？朝一前か。西新赤新赤市で、西市団地っていうほど団地じゃないけどな。まあじゃあ団地にしようか。団地にしてみるか。でこれをこんな感じですれば一応団地になるだろう。これなんだ？プラント？あ、プラントか。まあいらんよな。撤去。一旦撤去。でも それじゃかわいそうなので、置いとこう。中途半端かもしれんけど、あ、撤去だな。撤去の方だな。バスにも限界あるからな。バス道にも。うん。こんな感じかな。
これであとはあれ何だっけ、うん、30分ぐらいでいけるはずで、ここも同様だよな。まあちょっとこっちの方が長いかな。感じ。これちょっと長すぎるよな、25分。ちょっと短くする。で、ここにこの天津駅前がこの今回のバス路線の バスにします。この辺りかな。こんな感じかな。あ、こんな感じで全然見えてないや。こんな感じでバス停リャオトンとか名前をここはつけてないけど、ここはつけましたね。天津東とかつけましたんで、
今何時だ？ 1 時過ぎか。じゃあちょっとまず105番を配置しましょう。で105番は21時ぐらいまでかな。6時から21時で直進でいいや。左回りですね。で、105、106ともここは折り返しですね。で、ここも105、106とも折り返していきます。30分か限度なのか。で、105、6とも右折ですね。まあ、ここ通ってもいいんですけどね。一歩はここな、往復するような瓶作ってもいいと思うんだけどな。駅を通らずに。環状線なんで。住宅で。あ、建て合える。儲かるかどうかはまた別問題な。水産試験場がある。
工場4は結構儲かってんな。工場意外と儲かるかも。プラント中だけ置いときましょう。この程度でいいかな。で、一応これ直進で105はで、一応106もコピーだけはしとこう。106は5時40分ぐらいかな。で、20分、減らしてと、こんな感じかな。で、これで天心を で、これは左折ですね。105号6、今のとこ左折前駅かな。こっちも右折前車かな。で、これも直進前車ですよね。で、これ左折、で、こっちからは105が右折だっけ？左回りだから。3分かな。3分停車、何もなければ。で、これが これって何番だっけ？91番。そうか、全部車庫に入ってる車だもんな。車庫に入らない車を何分停車させるかだな。まあ5分停車だろうな。奇襲点じゃないから。で、いずれも
接だな、105、106とも。で、105、106とも右折で、で、ここは、右回りの場合は左折か、左回りの場合は直進か、これは両方とも直進で、OK な、左折。これで OK。OK です。あ、まあ。で、こっちは両方とも右折かな。ここも両方とも左折、両方とも左折と右折、106番だけ違う、ここ106番ん、どっちだっけ、こっちか、ここだけ106番だけ直進だな、で右折、両方とまっすぐ、あ、違う、で、ここは両方とも同じで、これでいいはず。あとは105のダイヤウィザードで、進めていこう。6時までなるまで待つ。こんな感じですね。なので、3分だな、ここは。
6時27分。そう、6時半かな、出発は。で、右ですね。で、これで6時54分かな。7時4分ぐらい出るはずだ。C 3分に出てんな。で、左ですね。7時31分かな。で、ここは、まだまっすぐだ。で、ここは右だ。そうすることで天津工業団地着くことができる。
3分停車だよな。46分。で右へ行って左へ行く。止まる。で、3分停車。8時20分かな。で、まっすぐ。なんだろう、映画館か。で、左。映画館ですね。待ってます。で、北京車庫に着きますね、これで。北京車庫は5分停車となります。8時56分かな。で、右ですね。で、ここで、10分停車。9時25分。9時25分から9時35分か。で、直進ですか。で、さえ直進。で、さえ直進です。しかし赤になってしまう。
三分停車だよな。10時17分かな。そうだな。10時36分多分10時45分に出ると思うんだよね。つまり4時間45分なんだ。じゃあ車窓をご覧ください。4時間45分か。こんな感じですね。で
4時間45分なんで何往復なんでしょうかね、15時間、3往復すると4往復だな。3往復は余裕でできると思うんだよね。14時間15分だ。3往復すると。なので余裕でできると思うんで、4往復ですね。はい。はい、ということで、
追跡。結構時間がかかりますね。止まった。で解除して、今度は反対にこっちがですね、5時40分まで待ちましょう。6時7分かな。で10分で折り返しですね。7時18分ぐらい。5分停車です。7時37分か。で右ですね、右折です。しかし青にならないといけない。3分停車。8時12分かな。ちょうどすれ違いましたね。3分停車。8時36分かな。左折。9時7分、9時10分かな。あ、これ3分停車だ。
10分で折り返し、9時24分3分停車だよな。9時55分で、まっすぐで合ってるはず。で、これでバスターミナルへ戻ってきた。10時20分か。これ10時35分まで出られない？いや、10時25分か。結局これもう4時間45分なんですよね。ということは、こちらも4幅か。ご覧の通り。はい、一応保存しときましょう。前回あれで電気消えちゃいましたからね。1往復走らせてもいいかもね。1時間ちょっとか、1時間ちょうどか。これで直進だが、これが赤になる。接続が悪いな。来ましたね。はい、というわけで、さらにもう一個買っときましょうか。バス
今どこにいるんだ。新幹線駅だ。儲かってんのかなこの列車。あ、まあまあ 10% は儲かってんな。ここも朝一ありますね。プラントまあそんなもんだろうな。面白そうですね。つまり1億ウォンはここを往復することになるんだが、問題はここに、ここかここに停泊することになるんだけど、深夜に何便泊まるかだよな。2時ぐらいまでは待とう。ここ2本、2台。ここは1台しか止まってないんだ。あ、そうなんだ。じゃあ北京駅南口バス止まらせた方がいいかもしれない。つまりまあそうなんだけど、8番はここは何時出るんだろう。5時半か。じゃあ5時50分ぐらいだな。ラストは21時50分としよう。で、一応これで7番はこれで OK。 5分だな107番は。
で、こっちは直進ですね。あ、違うわ。右106番あさってる。で、ここで右折かな。で、こっちは左折。これまっすぐ。日進駅南口まで行くんだな、バスとして。バス停名がないんだよな、ここ。鉄筋工場前か。
はい、ということで、ダイヤウィザードで、5時50分まで待ちましょう。あ、でも、ちょっと待った。信号の問題がある。うん、大丈夫っぽいな。6時4分。6時9分に出るはずだ、本来であれば。なんかすごいバスの数がある。3分。で、定休前に着いた。一応3分だよな。6時55分。これで7時31分。8時16分。9時10分だな。
多分9時35分発だと思う。そうですね、だから便だけちょっと早いですね。まあもしかしたら駅を止まったり遠回りしてないからかな。3時間45分ですね、こちらは。1時間早い。3時間45分ってことは多分5往復走れるんじゃないの。4往復走ったらぴったり15時間か。まあ洋服だろうな。でもやっぱり感じで、夜間帯は北京駅南口。北京駅南口を
何か1時間早く走れるんだ。だから一応4往復になってるけど、ひょっとしたら5往復目ができるかもしれないですね。またですね、ここの定休前のところって、まあ、こういうふうにバスが来てて、西新駅と新駅のところを通るわけですが、ここですね、なのでまっすぐストレートに通るバスって、でこれここだけなんじゃなかったっけな。まあ、今のとこ結構あのバス頼りっていう感じはありますよね。この間の区間は。こういうあの近鉄じゃない、名鉄じゃないわ、まあいろいろ電車が通過してますね、向こう側を。なかなかいいんじゃないでしょうか。あとは車窓をご覧ください。まあ、まずセーブするかな。その前にでその後車窓を見て、今回の配信終わりにしようかな。ということで今回は3本分バスを作ることができたってことか。ただ心配なのは本当にバスの本数が足りるのかってとこですね。もういろんな電車が行き交ってますね。まあ、手前にあるのが207環状線です。環状線って一周どのぐらいだっけ。207の電車、書いてないや、書いてないけど多分2時間ぐらいじゃないかな、一周で。多分バスの倍のスピードで走れると思います。倍の半分の所要時間で盗んでいけると思いますね。なのでここも地下鉄とか郊外電車とかゆくゆくは走らせて、
バスの整理を行わなきゃいけません。まあ難しいんだけどね、バスとの地下鉄の鉄道両立って。バスを両側結合させて運行本数を半分にするとかかな。いずれは多分バスも高速バスなんかも走らせなきゃいけないんで、バスの本数も足りなくなると思うんですよね。その時本当にどうするのか。そこは悩みではありますが、停留場ですね、右見えるのは。なので定休、まあ、ヘリポートが目の前にありまして、そこからヘリが飛んだりします。ヘリポート結構稼げるらしい。ヘリポートと港は稼げるみたいですね。工業地帯に差し掛かってまいりました。そうですね、資材工場ですね、右に見えるのは。全然資材使われてないですけどね。北京車庫ですね。結構緑が立ててないんで、緑がいっぱいです。まもなく北京駅前、横断歩道をくぐるとバスターミ、北京駅前のバスターミナルです。南口ですね。はい、北京駅ですね。なんかバスたくさん3台ぐらい見えるな、木の向こう側に。
工業地帯走ってる。環状西新駅って確かバス止まらないんじゃなかったっけ？まあ、バスの乗り換え場でしかないですね。よく考えや環状西新駅って本来環状線の電車って通らないんで、今のところは。新駅の方を利用するんで、やって夕方も夕闇に入る街となります。いいですね。すでに環状線もライトがついてますね。リニア駅が見えます。左側にリニアと並行して走ってます。環状線、環状線がリニアにリニアと結ぶ、まあ、メインのアクセス区間ですが、一応バスも直結するようにはなっております。
環状線ですね。はい、というわけで、今回もあのバス路線を設置しました。3回ぐらいに分けてバス路線を設置することをやったのかな。で、次回ですが、次回はこの環状線ですね、さらに南側に伸ばしていきたいと思います。環状線南部分ですね。もちろんに走らせるのは207系と言いたいとこですが、もしかするとちょっと系列を変えて走らせるかもしれません。お楽しみにっていうとこでしょうかね。はい、ということで、今回ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、Twitch のアカウントフォロー、お願いいたします。 Please Twitch My アカウントフォロー Please。 この動画2日後ですので、14日かな、21時に YouTube にアップロード予定、アップロードプレミア公開予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。また、YouTube のチャンネル登録高評価お願いいたします。 YouTube マイチャンネル This live upload two days after My YouTube チャンネル Subscribed and good button please。 旧 Twitter であります X のアカウントを持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントフォローもぜひお願いします。そして、ポストのリポスト、いいねもお願いします。TwitterX マイアカウント、ビジット&フォロー、プリーズ。リポスト&グッドボタン、プリーズ。ということで、A 列車で行こう9、ビルド編をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。